ペースランナウェイ。女性クルーが美人、美少女揃いでレベルが高すぎる、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ヤマトガールズについて語りたい。2199以降でも旧シリーズのキャラでも。リメイクは単に賑やかし要因で女クルー増やしただけでなく、役割分担がしっかりしてたので、ドラマの見応えにも貢献してたと思う。クリエイターの父センスが問われる制服デザインだな。制作陣が意識してたかどうかは知らないが、きっちりスーツって、どこをどうデザインしてもエロくなるよね。貧乳だろうが体のラインがはっきり出るし、ムキムキ男でも色気ムンムンですよ。俺の見影は？どういう心境の変化で胸を取り繕うことをやめたのか見影さん。太い子もいいよね。2205でアンダーアーマーとタマちゃんのコラボがなくなったのはちょっと残念。ロン毛の玉をもっと見たかった。儚げで美しい。発光美少女かと思ったらストロングスタイルだったでござる。保安部なんか敵じゃないフィジカル。正直雪より古代とくっついて欲しかった。古代に憧れてるの可愛いよね。古代かける雪と同等に好きなカップリング。メロウには勝てなかったよ。ヤマトの雪ちゃんは古代くんに関してはめちゃくちゃ肉食系だからな。狭い館内をこういうのがプリプリ歩いてて若い男の陸民は我慢できるのか？いいよね。我慢できずに衛生士をはらませた男。さすがに我慢は難しい。閉鎖環境に女を大勢乗せて長距離旅なんて勘弁やで。人類滅亡の危機だし、少ない人類から優秀な人材を集めたら男だけになるってのは無理があるだろ。絞り取られてる顔。まあ衛生かってこんな感じだしね。って思ってたら笠原さんちゃんと下にスーツ着てた。加藤と誠ちゃん夫妻の不幸を認めたくないので、2202以降はパラレルワールドの物語だと思っている。加藤は旧作の頃から水星帝国編の死闘で死んじゃう枠なので、平和な戦後生活なんて送れないんだ。誠ちゃんは未亡人になることが確定していた。誠ちゃんこれが正しい制服の着用法よ。柏木だの板野だの時代感あふれるネーミング。やっぱ新見さんはいいな。まだちょっと芋っぽい学生時代もいい。すごくいい。やっぱでかいな新見さん。後ろで拘束される新見さんもいいよね。兄さんの弟にときめいちゃう箱舟の新見さんも可愛い。2199で唯一買ったフィグア。青肌の良さを教えてくれたキャラとフィグア。しかしフィグアは盛られる。なんでなんだ、ぶち壊しだろ。キリュウちゃんですら盛られてたもんな。まあ立体は許せるレベル。盛られているか？だって劇中では想像を絶するまな板だぞキリュウちゃんは。こっちもフィギュア化すれば盛られる？その娘はそれほどでも。アベルト君の側近のデコの娘は話題に上らないよな。名前もはっきり思い出せない。キャバレーが見らすよもう一度。肌の色やら血筋にこだわりを持ってるはずなのに、はべらせる女性に関してはその辺こだわらないんだな。デスラーの影武者と一緒に爆死した侍女の人とか、デスラー以外死んだことになったタランニーや親衛隊の女性とか、もったいないなーって思った。肝っ玉太いのかアナライザーを全面的に信頼してるのか、その時はこの天然の人格が出てきてたから。ユリーシャ可愛くて好き。戦闘中のリアクションがいちいちエロい西条さん。やはり俺の西条さんは一歩抜きん出てるな。レーダー担当の西条ちゃんの敵機直上、で今日も絶頂します。ほんのちょい役のはずだったのに登場するやいなや、お前らの心をわしづかみにした。お父さん、早くお仕事終わらせて帰ってきてね。大きくなったヒルデちゃんも可愛い。キャロラインライデン。男だと思ったら中の人女性なんだよね。急にサンダーボルトの雰囲気が。この肩幅と胸で女性と見破るのは難しい。基本日本人ばっかりのヤマトクルーにハーフの人が混じるのは珍しいなって。ヤマトの最初期設定では多国籍の編成だったらしい。異星人とのハーフ。誰も話題にしない銀河のクルー。もっと若いの揃えた方が良いのでは。ミカゲちゃん相手だったら枯れるまで頑張れる。ニーミさんもいいぞ。素直にニーミとサナダさんをつければよかったのに、女がいる真田さんなんておかしいと途中でやめないでさ、ボツ設定があったんだよね。ルダ王女、シャルバート卿のお祈りはあのペンダントが必須だと思うんだ。あれをなしでやると、いらしてって感じてちょっとあかんやつ。あれするくらいの元気があったら死なないだろって思うんだけど、制服の股間にロックをかける迷彩杯。
股間ファスナーにパスコードロックあるのはラウ。大事な人にだけ教えるんだ。水着も支給されるぞ。なぜヤマトの任務で水着の着用が想定されているのでしょう。出雲計画のために健康な体を作るためとか、あの館内だろプールぐらいありそうだ。アニメの同じシーンよりデレデレな感じの専務長。わかりやすくざっくり。続編やるなら三影ちゃんと斎藤の関係をちゃんと見たかった。ヤマトのオムシスは最高だよな。知らない方が幸せかもしれんよ。2202と2205ではオムシスが使われなかった理由が微妙に異なるんだよな。そういえば男性ヤマトの陸民がよく死んでたのは覚えてるけど、女の方はどうだったか記憶にないな。雪は一回死んで最後生き返ったけど。冥王星で浸水した時とか、七色星団で独房あたりの居住区が吹き飛んだ時とか、あるいは女性の犠牲者も出たかもしれないけど、死因としては女性クルーの死亡は書かれてなかったと思う。一話でガミラスの砲撃によってシェルターごと吹き飛ばされてた。ヤマトの陸に予定者がいたような。一番ちゃんと二番ちゃんだね。まあこの人たちは古代ら予備要員が昇格するための犠牲だから。ヤマトが飛び立ってからはモブでも死んだ娘はいなかったと思う。今更だけどヤマトにこんなに女キャラいらんだろ。士気が下がるだろ。ワイはこんな構成だと色恋沙汰は必死だし、戦場として不自然すぎて、正直気持ち悪かった。ガチの少子化対策だし気持ち悪いとか能天気なことは言ってられん世界よ。出雲計画の設定に関しては、女をやたら増やす理由として、スタッフうまくやったなと思った。9番も序盤は女性クルーいっぱいいたけど、いつの間にか画面に映るのが雪だけになってた。旧作にも一応モブの女性クルーいたけどさらば以降一切見なくなったよな。というか旧作がおかしい。太陽系の外に出た経験のない人類のイスカンダル雪の成功率が未知数なのに、計画が失敗した時のための女性を一人しか乗せんとか、若手を指導するベテランのジジイもいるから男がやや多くなるにしても、ヤマトの乗員だけで地球人類の血統を絶やさないよう、男女比を半々ぐらいにすべきなのに、太陽系を出たあたりから、ほとんどを冷凍睡眠させているっていう仮説があったな。いやいや旧作テレビ版の宇宙戦艦ヤマトでも、パレードで女性クルーの黄色いスーツの列が描写されているし、かなりの人数が最初から乗艦しているよ。ただ雪以外がほとんど描写されていないだけなので、2199以降でのメイン女性クルー関連は、そのあたりのアンサーも兼ねているのだと思う。彼女たちがいないと、彼女たちの出番全部雪がやらないといけないって作劇上の問題がある。それは9番の突っ込みどころの一つだったから、それ解消するには分割して新キャラとして配置するしかない。リメイクは、あれって思ったけど女性キャラだけは旧作よりいいわ。ヤマトは松本美女ではいけないと思ったこともあった。それじゃ悲劇のヒロインになりそうだから、健康的な娘さんもいいよね。旧作見てなくても誰がリメイクで追加されたキャラなのかなんとなく分かってしまう。なんかリメイクって評判悪かったみたいだけど、リメイクしか見てないけど全然良かったぞ。面白くて2205まで一気に見てしまった。リメイクは男キャラも女キャラもめっちゃ噛み合ってた作品だと思うよ。